皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の吉村です。今回はですね、2019年知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識ということでお話しさせていただきます。で、大体1時間ぐらいお話しさせていただきまして、残りの30分で質疑応答の時間を設けさせていただきます。はい。で、早速じゃあちょっと口述マナーの基礎知識ということでお話しさせていただきます。お手元のレジュメを開いていただければと思います。でですね、1、口述試験に合格するためにはという話なんですけれども、その前にちょっと簡単な自己紹介しましょうか。私、その弁理士の吉村と申します。で、平成18年合格で、今から12、3年前ですね。で、それからですね、ずっとほぼ口述を専門に受験指導 の, お仕事をさせていただいてます。弁理士のこの実務やりつつなんですけれども、で、口述試験は口述専門講師にということで、どうぞよろしくお願いします。で、はい、早速内容入ってきます。で、口述試験に合格するためには、まずね、その最終目的をちょっと確認しましょう。で、口述試験合格するのが皆さん の最終目的なんですけれども、特許庁のホームページにこんなことが書いてあります。採点基準を ABC のゾーン方式とし、合格基準は C 評価の科目が2科目以上ないことと、特許庁のホームページには書いてあります。で、この ABC って何ぞやっていう話なんですけれども、A っていうのは答えがよくできていると、で、 B っていうのは答えが普通にできていると、で、 C はですね、答えが不十分である場合と書かれています。で、ここで言えることはですね、 C が2科目なければいいんですよね、ということでB 以上取りに行くっていうのが大切なんですよね。A は取りに行く必要がないと、 A を取りに行くよりもコンスタントに B 以上 の, 評価を取りに行くっていう勉強が好ましいということが分かります。で、もう一点なんですけれども、まれにもすごい緊張するんですよ、口述試験って。ホテルの一室にこうなんか呼び出されて、試験員の人が2人立ってるな、2人椅子に座ってて、密室でその受験生1人で、その密室で3人で2人に囲まれて、こう質疑応答させられるんですけれども、まあ緊張するんですよ。で、緊張のあまり普段の実力が出せなくてですね、特許法でもうすごい緊張してカチコチに固まってしまって、言葉に詰まってなんかうまく答えられなかったみたいのが結構あるんですけれども、そこで諦めちゃいけないんですね。1科目 C であったとしても、他 の, 科目で B 以上取れば合格なので、1問 C 取ったぐらいで諦めないっていう心構えが必要です。C これダメだったなと思ってもすぐ気持ちを入れ替えるというのがとても大切です。またですね、年によっては難しい問題があるんですよ。そのこれちょっと受験生さんが一発で答えるの難しいような、あんまり言い方よくないけど問題よくないんじゃないかなみたいな問題もまれにあるんですけれども、そういう問題がある場合には当たっちゃってはーって落ち込む気持ちはわかるんですけれども、多くの場合他の2科目は簡単なことが多いです。過去問と同じようなレベル の, シンプルな問題が多いんですね。っていう観点からも、1科目変な問題当たっちゃってうまくいかなくても落ち込まないと、気持ちを切り替えてやりましょうと。はい。でもう一度言いますと、口述試験でホームラン取る必要がないと、何聞かれてもとりあえずなんとなく回答することができるように準備しましょう。でですね、ABC なんですけれども、特許庁のには A が答えがよくできている場合、 B が答えが普通にできている場合、 C 答えが不十分である場合って書いてあるんですけれども、受験業界ではこんなことが言われてます。最後の問題まで回答できれば原則 B 以上つけますと。で、最後の問題までいかない場合には C と。なんで毎年
問題数がその年によって違うんですけれども、昔だったら7問ぐらいで、多い年は15問ぐらいあったりとかするんですけれども、その15問を限られた大体10分ぐらいです、10分ぐらいの間に全問回答すればってことですね。最後の問題まで全問回答すれば B 以上がつくと。でもし全問回答できずに途中の問題で詰まっちゃって時間切れになっちゃった場合には C がつくと言われていて、大体まあそのような運用になってます、原則。なので、ここから言えることはですね、時間を無駄にしないと、限られた時間の中で最後の問題まで突破するっていうのが必要なんですね。なので初めはちょっと意識しなくていいんですけれども、だんだん口述試験に慣れてきて、慣れてきた際にはですね、効率よく時間を無駄にしないで次の問題に行く工夫をするといいです。で、まあ、例えば口述あるあるなんですけれども、人によってはその前に前提として、口述試験は法文集参照していいことになってるんですよ。何かわからない問題があったらこんな感じでね、条文を参照するんですね。なんとかについてお答えくださいって言われて、わかんないってなったら、でも条文見れば回答することができそうだなと思ったらですね、試験員の方に、すいません、条文参照してよろしいですかって聞くんですね。ちょっと噛んじゃいました。条文参照してよろしいですかって聞くんですね。そうするとまあどうぞって言われるので、失礼しますって言ってこうやって条文見て、条文見るんですね。ああここかと、なるほどなるほど、ここですね。で、必ず答えるときは閉じてか、閉じて置いて手離してから、失礼しました、その件についてはこう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 ですみたいな感じで条文参照していいことになってるんですよね。条文見ながら回答しちゃダメですよ。条文必ず見てこうやって置いて手離してから回答してくださいね。で、こんな感じでまあ条文見ていいことになってるんですけれども、人によっては条文見ると新焦点が下がるから条文集見ない方がいいんじゃないかみたいなことを言う人もいるんですけれども、みんなの話を聞いてると、また私の経験上、 B 以上を取ることが重要なんですよね。で、 B 以上に行くための条件っていうのが、まあ、最後の問題まで回答することができるっていう話なので、条文見れば回答することができる問題だったら条文ガンガン見ちゃいましょうと。条文ガンガン見て、条文見ないとどういうことになるかっていうと、こんな感じで、もうちょっと正確にお願いしますみたいなこと言われて、こうこうこうですかね、違うな、他に何か言い方ない、とか言って、条文見ればね、一発で回答することができる問題を、このなんか条文見ずにこんな頭の中で考えて不十分な回答を繰り返して、どんどん時間ばっか経っちゃうんですよね。で、これが結構口述の慣れてない人のよくありがちなパターンなんですけれども、ここにやんなくていいってことです。条文とかガンガン見て次の問題に進むみたいな、で、そういうそのなんかなるだけ早く回答するテクニックみたいなのがいろいろあります。で、まあ、そういうのをね、まあ、うまく活用して時間短縮で最後の問題まで行くようにするのがいいです。はい。で、以上がですね、口述試験に合格するためにはというお話でした。じゃあそのためにはどうすればいいのかと、過去科目で B 以上を効率よく取っていくのにはどうすればいいのかというのをちょっと次からお伝えします。で、2、口述試験のための3大ポイントで、私がその口述試験に合格するためにはですね、また効率よく勉強を進めていくためにはポイントが3つあると考えています。で、まず1つ目のポイントは条文青本で、2つ目は過去問プラスアルファで、3つ目は場数を踏む、アウトプットたくさんしましょうということです。で、それぞれの項目についてもうちょっと丁寧に説明していきます。で、まず1番、条文青本ですね。で、レジュメにはこんなことを書かせていただきました。口述試験のお約束で、ここがね、重要でございます。この1時間ぐらいお話しさせていただいて、後の方でね、ちょっと僕の口述の
ガイダン、ちょっとこんな講座ですよみたいな宣伝もさせていただくんですけれども、全部のこの1時間の中でここが一番重要です。重要なのでちょっと蛍光ペンでマーカーとかつけちゃいます。講述試験のお約束というものがあります。特許庁のホームページとか全然書いてないですよ。書いてないですけれども、まず何か聞かれて条文で答えることができるかどうか考えると。で、条文での答えで、条文の言葉で答えることができそうであれば条文を答える。で、中には条文での言葉で回答することができない問題があるんですよ。で、理由とか趣旨とか聞く問題ですね。で、それについては青本に記載されていることを答えるっていう、これが重要なんですね。で、口述落ちちゃう人の、ちゃんと口述勉強してなくて落ちちゃう人の、7割から8割ぐらいの人がこれで落ちます。で、逆の言い方、別の言い方をすると、自分の言葉で答えてもダメということです。で、これですね、なんでこんなことになってるかと言いますと、口述試験ってちょっと採点にこうなんか不平等というか、試験委員のこうなんか感情が入って客観的になんか採点できてないんじゃないかみたいなことが言われたりします。で、そういうことがないようにするために試験委員が何をやってるかっていうと、事前に問題と回答の紙があるんですよ。で、紙がこうなんか試験委員の副査の人とかがね、こうなんか紙をこう持っていて、主査の人がこの辺から問題なんとかについてお答えくださいとか聞いて、副査の人がこの辺でね、ピッピッピッってチェックしてるんですよね。受験生さんが回答するためにピッピッってチェックしていて、言った回答が合ってるかどうかチェックしてるんですよ。なんで、まあ回答用紙持ってるんですけれども、それに何が書いてあるかっていう話なんですけれども、最も信頼性が高い情報が書かれてるんですよ。で、最も信頼性が高い情報といえば条文ですよね。その特許法とか聞く問題なので、特許法の言葉で書かれてるんですよ。で、また趣旨とか理由については、まあこの業界でその最も信頼性が高い趣旨とかその理由とか書かれてるの、なんだっつったら青本ですよね。もうそこから出せばもう文句ないじゃないですか。ということで、条文と青本の言葉を使って回答が書かれているんですよ。で、条文と青本の言葉をそのものすごい正確にちゃんと言わないと通してくれない年もあれば、なんとなく、なんとなく言いたいこと合ってるから、言いたいことわかるし、なんとなく内容合ってるから OK かなみたいな感じで通してくれる年もあるんですよね。で、一時期すごい厳しかったんですよ。で、大体なんですけれども、ちょっとね、宣伝になっちゃう。これね、口述アドバンステキストの最新版ですね。去年の本誌が載ってるやつなんですけれども、もうレックのその窓口で売ってるらしいので、もし口述の勉強今すぐ始めたいという方はですね、お買い求めください。で、この口述アドバンステキストに昔のこの過去10年分ぐらいの合格率が書いてあるんですよね。で、条文で過去4年見ましょうか。27年28 29 30。で、この辺りは合格率9割超えてきて、で、合格率9割超えてくると、なんかね、条文を通りちゃんと言えとか、青本通りちゃんと言えみたいなことはほとんど言われないです。まあ正直なところ、ただこの合格率を9割ぐらい下がってくると、私の経験上、条文通りちゃんと言え、青本通りちゃんと言えっていう人が増えてきて、ちゃんと言わないと、ちゃんと言えなかったので落ちちゃいましたみたいな人が出てきます。で、この合格率がこの9割以下の年が結構21年とか26年ぐらいまでは低かったんですよね。で、合格率7割75% 以下ぐらいの時で、 75% 以下ぐらいの年とかを見てると、まあ、ほぼ条文通り回答しなきゃダメだし、ほぼ青本の言葉通りを一言一句正確に言えなければダメみたいな世界が広がっていて、
まあ、この辺の都市とかはね、むちゃくちゃ厳しくやられたんですよ。そのちゃんと条文通り言え、本通り言えって言われたので、なので口述試験に臨む者はですね、頑張って条文を覚えたり、アホの言葉を覚えたりとかしたんですよ。で、まあ、ただまあ近年、過去4年はまあ全然そういうことないんですけれども、じゃあ皆さんどっちをどう予想、未来を予想しますか。で、まあ、この状況が続くんだったら、まあ条文アホはまあ大してやんなくてもいいよみたいな感じなんですけれども、おそらくこの場にこのガイダンス来ていただいて、まあ、ひょっとして予備校 の授業を受けてもより高い確率で合格したいっていう意欲のある方向けにちょっとまあやらせていただくんですけれども、仮に合格率がね9割ぐらい、ちょっと難しくなっちゃって9割ぐらいにちょっと落ちちゃって、まあ厳しくね条文アホ本にちゃんと言えみたいなことを言われても、まあ大丈夫なように、今までこういうことを言われましたと、でこの条文についてはこの辺がこうすごい問い詰められたので、ここはちゃんと言ってくださいみたいな話を、まあ授業でやっていくような感じでやります。で、話が脱線しました。なんで、まあ条文案本通り回答しなければいけないってお約束があるんですけれども、近年ではそこまで要求されることは少ないです。ただまあ難しい口述試験、来年の口述の合格率が9割ぐらい以下に殴ってくると言われるんじゃないかなということで、まあ受験生さんとしてはですね、まあ、ほとんど大丈夫だと思うんですけれども、条文アホの言葉でちゃんと言えって言われる可能性があることを考慮して、事前に自分の回答をですね、できる限り条文の言葉を使って回答する、で自分の覚えているその言葉が理由とか趣旨の言葉がアホになってなかった場合には、アホの言葉で回答することができるように準備するといいんじゃないかなと思います。じゃあここで条文の通り回答するというのはどういうことなのか、ちょっとやってみましょう。で、申し訳ないんですけれども目が合ってしまったのでご協力お願いします。特許法についてお伺いします。出願審査請求は誰が行うことができますか。皆さんもお考えください。素晴らしいです。今の完璧な回答です。で、この問題昔の過去問なんですけれども、この問題出すと出願人は出願審査請求をすることができますっていう回答をする人がいるんですよ。で、その回答合ってるじゃないですか。特許出願人っていうのは難人の中に含まれるので、難人が出願審査請求することができるとしたら、まあ、特許出願人も出願審査請求することができるので、まあ、論理的には合ってるんですけれども、口述の回答的にはダメです。で、それはなぜならば条文に難人も出願審査の請求をすることができるって書いてあるからなんですね。48条の3ですね。はい。特許出願があったときは何人もその日から3年以内に特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求することができる。何人もって書いてあるので、何人もって回答しなければならないと。で、条文通り回答せよっていうのはイメージ的にはこんな感じです。で、もうちょっと別の例挙げますね。で、じゃあですね、口述定番問題の一つで、じゃあ、すいません。特許法29条の2はどのような規定ですか？はい、宣願があって、その後に、その後の出願と、はい、その宣願の公開があった場合、はい、宣願の、面接等にある、はい、
はい。で、ま、今こう生で受けている方は答えをお聞きしたんですけど、あの通信の方向け、まあ、今ねなんとなくこう言っていただいたんですけれども、自分の言葉で29条のに説明していただいたんですけど、まあ内容合ってるじゃないですか。な、雰囲気的に合ってますよね。でちゃんと理解してるし、で おそらくその担当の問題があった場合にはそれを適用して学ばつけることができるし、論文の問題も適切に当てはめて正しい回答を導き出してそれを記述することができると思うんですけど、まあ口述試験こんな感じで聞かれるんですよ。でなんとなく合ってるんですけれども、あの厳しい年だと、もうちょっと正確にお願いしますとか言われるんですよね。でまあどう回答すればいいかというと、そんな ちゃんと言えないじゃないですか、29条の2とかで、まあ、考えちゃいけないんですね。すぐ、あすいません条文参照してよろしいでしょうかつって条文参照しに行くんですね。で条文参照しに行って頑張って見るんですよ。で皆さんもこれもし条文集見れば29社のに見て頑張ってその場で覚えて言えるかどうか言ってください。まあ長いんですよ。でこれは長いんですけれども、頑張って覚える。でちょっとでこう10秒か20秒ぐらい頑張って見て覚えて閉じて、失礼しました、ね、特許出願にかかる発明が当該特許出願後に出願公開等されたもの、ちょっとダメですね。ちょっと緊張してしまいました。正しくはですね、ちゃんと条文見ないで、特許出願にかかる発明が当該特許出願非前の他の特許出願であって、当該特許出願後に出願公開等されたものの願書に最初に添付された明細書特許請求の範囲とまたは図面に記載された発明と同一であるときは、その発明については前項1項の規定にかかわらず特許を受けることができないって回答するんですよ。でこれバカみたいだと思うんですけれども、難しいとしてはこれをやるので、頑張ってそれができるように、いきなり見てもこれできないんで事前にこれ練習して言えるようにみたいなことを練習やったりとかするんですよね。で昔はこれやったんですけれども、合格率が過去4年間 90% 以上なので、まあそこまでやんなくてもいいです。ただまあ、あのそうなるかもしれないので、一応この手の条文はこんな感じで、あの聞かれたことがあって聞かれた場合にはこういう感じで答えましょうみたいな授業で一応やってきます。で次、あの今条文のお話しました。であと青本ですね。で条文系の問題は今言った感じで、頑張って条文見て、あ迷わずにすぐあの条文で回答することができると思えば、あ条文集見て回答することができると思えば条文集見て回答すればいいんですけれども、理由趣旨系が問題なんですよ。で理由趣旨系もひどい年には本当条文、あ青本の文言全部言わないとダメみたいな話があるんですけど もう無理じゃないですか。そもそもそんな完璧に覚えてないし、であのひどいのは、あの試験によってなんか言わせたい文言、この文言を言えばとこの問題丸にしてあげる、この問題突破して次の問題に行くみたいのの文言がね違うんですよ。でおそらくなんか話を聞いていると、あの事前にねその試験当日30分ぐらい前に集まって、今日の問題これですってピーピーって渡されるんですよ。で渡されて、でまあ例によってね、そのなんか難易度が変わっちゃダメなので、この青本の趣旨長いけれどもキーワードはこことここだから、これとこれを言ったらまあ通してあげましょうみたいな感じでキーワードシステムが採用されてるんです、おそらく。でこのキーワードとこのキーワード言ったら通してあげようみたいな感じなんですけれども、やってるんですけれども、現場ではまあ結構その試験の裁量があって、まあ、それ以外にもう一個これ言わなきゃダメとかだったりね、まあ、それ言わなくても OK だったりとか結構まあバラバラだったりとかして、何がキーワードかまあぶっちゃけ分かんないわけですよ。でまあ、どうすればいいかって話なんですけれども、私が提案しているのは数じゃ当たる作戦です。でまあキーワードシステム採用していて、まあそのキーワード言ったら突破す通してあげようっていうことになってるんですよ。なのでそのキーワードが出るまで頑張っていろんな角度からあの言う引き出しを持っておくんですよ。例えば
趣旨とか理由のあるあるよくあるパターンで、その規定がなかったとしたらこういう不都合が生じるからみたいな感じでその場でロジックを作っていってみたり、その酷だからとかね、不合理だからとか、よくあるね理由とか趣旨を言ってみたり、出願人の立場から何か言えないかな、特許庁の立場から 何か言えないかな、第三者の立場から何か言えないかなみたいな感じで、異なるものの立場から言ってみるとか、あと頑張っ沈黙してるのが良くないんですよね。で、沈黙してると年によっては今年はヒントは出さないとかいう年があったりとかするんですよ。だから沈黙してそのままなんかお互いにでこの沈黙の時間が過ぎてって、チリンチリンチリンってこうなんかベルが鐘が鳴って終わりみたいな感じになっちゃったりとかするので、自分の力でどうにかこう打開していかなければいけないんですよ。で、打開するための一つの姿勢としては、とりあえず何か言ってみる。結構ね、分かんないながら考えると、こうこうこうでこうこうこうだからこうこうこうでこうみたいな感じで長く言っちゃうんですけれども、長く言ってるとその相手もなんか聞いちゃうんですよね。だから短くこうだからですってなるだけその自分の考えを短く切って、なんとかだからですって切るんですよ。で、なんとかだからですって切ると、会話のキャッチボールのボールが相手側に渡るんですよね。で、そうするとその試験員は、あ、それで OK ですとか、ダメだったらダメですみたいな感じで、で、場合によってはそこでヒントが来るんですよ。助け舟とかこの業界で言われるんですけども、ね、なんで何か答えるとヒントが来る、何かリアクションがあるんですよね。で、そのリアクションっていうのはほとんどのケースだと正しい回答を言う方向に誘導してくれます。なんか試験員はこれを言ったら通してあげるみたいなことを考えてるんですけれども、これを言わせるためのヒントをくれるんですよ。で、そのヒントに乗っ取って、その誘導に乗ってそれを頑張って当たるまで言うっていうのをやります。で、それはアウトプットの場で練習するしかないんですよ。慣れが重要です。なので、後で申し上げますけれども、口述の練習会いろんなとこに参加して、で、うわーそれ全然言えねえよと思っても頑張ってこうヒントくれると思いますので、そのヒントにのっとって頑張って言うみたいな訓練をね、よく実ゼミとかでやってると、その問題やってないからパスとか言う人がいるんですけど、パスはなしで頑張って回答するね。その条文とかもさっきみたいな厳しい年だと、さっきみたいな感じでその場で条文を覚えて言うみたいなことが結構あるので、今ひょっとしたらそれが今年もそうなるかもっていうことで、頑張ってその場で練習してみるとかでやるといいですね。で、これが条文青本のお話でした。で、次過去問あるプラスアルファのお話をします。で、まあ、条文青本が重要であるというお話させていただきました。じゃあ口述試験の勉強を何から始めようと思った時に、結構まだ時間があるじゃないですか。なので、まだ時間があるから、ここはゆっくり条文と青本をじっくり一から読み込もうっていう人たちがいるんですけれども、まあ、志はいいんですけれども、それやってるといくらやっても時間が足らないんですよ。その時間が足らないんですよ。ついついダラダラ読んで勉強した気になってしまって、口述合格するための力があんまつかなかったりとかするんですよね。なんで条文青本は重要なんですけれども、勉強する順番は口述じゃないや、条文青本じゃなくて過去問やった方がいいですね。過去問です。で、まあ過去問は勉強の効率がいいんですよ。で、なぜならば過去の経験上、過去問と同じ問題が本誌で結構出るんですよ。近年はちょっと出づらくなっちゃったんですけれども、昔はね、過去問ほぼ7割から8割ぐらいみたいなね。で、2、3問、1問から3問ぐらい新作の問題が出るみたいな感じだったんですよ。なんでその7割から8割ぐらいの過去問をサラサラサラって突破できるかどうかみたいなのがすごい重要だったんですね。で、今年近年は昔ほどはその過去問出ないんですけれども、弁理士受験生の受験生さんってみんなすごい真面目なんですよ。
で、皆さんの合格者に聞いてみてください、口述だって勉強したとか言うと、いや口述なんか全然勉強してなかったよとか言って言うんですけれども、口述あの弁理士試験の受験生さんってあのなんか勉強得意な人が多くて、やってないやってないとか言ってみんなやってるんですよ。で何でしょう、で特にその口述試験が難しかった頃のからですね、あのもう夏ぐらいから当然のようにみんな勉強するみたいなことが当たり前になってるんですよね、これね。この辺でもう口述試験難しかったので、絶対この年このぐらいの年になると、あの論文合格後に始めても絶対間に合わないんですよ。であのその条文ちゃん通りちゃんと言うとか、そのアホの言葉をちゃんとインプットしてアウトプットできるようにするとかって時間がかかるんですよね。ということで、みんなこう夏ぐらいからこの辺やってたんですよ。で夏ぐらいから予備校の講座を利用してあの効率よく勉強していたっていう過去があるので、近年もその傾向が継続していて、結構皆さん夏から勉強してます。ちょっと合格率が高くなってきちゃったんで、まあ口述大丈夫だろうって思ってる人が増えているので、ちょっとやる人が減ってるんですけども、それでもあのみんな夏ぐらいから7割8割ぐらいの人は夏からやってる、論文発表後にやる人とかあんまいないんですよね。なんで皆さん真面目なので、こう過去問はねしっかりやってくるんですよね。 でそんな中過去問がこうなんか出来がいまいちだったりとかすると、まあちょっと相対評価みたいなところもあって、他の受験生さんこうスラッてできてるのになんか過去問の出来がいまいちだと、あれあんま実力ないんじゃないかなみたいな感じで見られちゃったりとかするんですよね。ということで過去問はあの絶対差がつかないようにしましょう。過去問まずやるとという意味で過去問のお話です。で、あとプラスアルファなんですけれども、これはそのオプションの話で、まあ、ほぼ皆さん現役の方だと思うんですけれども、口述2回目の人とかいたりとかするんですよ。で、口述2回目とかだと1年間その条文が本気かあのがっちりやって落ちた人同士で結構勉強したりとかすると、まあやることなくなってくるんですよ。で、やることなくなってきたら何やるかって言ったら、もう過去の過去問はもうバッチリなので、次何やるかって言ったら、まあ過去のその過去問分析して、まだここ聞かれてないけれどもここは出そうだなみたいなこう予測して、あのそれをこう回答することができるようにするっていう準備をするんですけれども、それをやる際にも過去問ちゃんとやってないとできないんですよね。で、過去問すごいやり込んで、何かこう聞かれた瞬間に、あこれなんかどっかで聞いたことある、これなんか過去問だな、でいやこれはなんか聞いたことないからきっと過去問じゃないな、で過去問だったら回答できるから、まあ過去問の問題これは聞いたことあるから、まあ、ちゃんと回答することができるというくらい過去問をやり込んでるとですね、何が起きるかっていうと、その状況でいろんなこのなんかあのまあ条文読んだり青本読んだり、まあこれ私の授業で使う、まあ、テキストなんですけれども、これはまあ見るとですね、あこの辺過去問で聞かれたけれどまだここ聞かれてないじゃん、でこれまあ1個聞かれて2個聞かれてないんだったら、まあ、2個聞かれてもおかしくないから2個も覚えておこうとかね、だまあ条文の問題聞かれてるけれどもこれに対応する条文の趣旨が聞かれてないから趣旨覚えようとか、逆になんか条文聞かれてないんだけども趣旨だけ聞かれてると、でまあこれ条文聞かれてもおかしくないから条文言えるようにしとこうみたいな感じで、まあ次に出てきそうな過去問を予想することができるんですよね。でもしですね、既存の過去問全部完璧にしちゃって、まあ次何やるかみたいなことを考えた場合にですね、そんな感じであの過去問やり込んでると、その出そうなところがね予想できますので、それであの勉強していっていただければと思います。でこれね、あの試験問題の作り方にもねちょっとねあの関係してるんですよね。で まあね、ちょっと丸を書いて丸を書きますが、でねこれがね口述試験で聞かれる範囲です。
で、過去問がいました。この辺過去問で聞かれました。で、勉強の順番としては過去問自体をまず潰すんですね。この点の部分を必ず回答することができるようにすると。で、もし過去問全部終わっちゃったら、この周辺部分をやると。1個が聞かれたけど2個聞かれてないから2個やってみようとかね。で、私の年だとね、私の受験時代は商標法の50条不使用取り消し審判まではすっごい聞かれてたんですよ。で、50条の不使用取り消し審判すごい聞かれていて、なんでまあ50条の不使用取り消し審判については条文も本もバッチリできるようにしといたんですね。で、50条までできる、聞かれ、50条聞かれたっていうことは、まあ51条以降聞かれても何らおかしくないですよね。ということで、まあ50条終わっちゃったから、終わっちゃった人たちは、僕らの勉強の周りの人たちは、まあ51条以下も出るんじゃないかっていうことをやってたんですけども、ちょうどその年ね、51条バッチリ出て、まあ新作の問題だったんですけども、我々の勉強グループの人たちはちゃんと勉強したんで楽々突破できたみたいな感じがありました。なんでこの周辺部分をやるっていうことが重要です。で、これ問題ね、作る側にも言えるんですよ。で、先ほど申し上げた通り、昔だと7割8割ぐらいね、この過去問昔と同じの問題持ってくるんですよ。で、昔いきなりね、新しい問題作るのってすごいリスクが高いんですよね。なんか問題があった時に、なんでこんな問題作ったんだとか言われて批判される可能性があるので、まあ安定方向に行くんですよ。基本全部過去問使って、で 2,3 問ちょっと変えるみたいな感じで作ってたんですよ。で、変える時も問題作成者どうやって問題作るかって言ったら、まあ新しい問題作るの大変なので、昔の傾向を見て、あ、これ50条の問題か、じゃあまあ50条の問題のこの趣旨聞いて、条文ちょっと言わせて、あ、本に書いてある理由趣旨をこう聞くような問題ね、あ、この枠組みをそのまま51条に適用して51条の問題作ろうみたいな感じで作っていくんですよ。もしくはまあこの問題ちょっと1個の趣旨聞いたか、じゃあまあ2個の趣旨、1個の趣旨去年聞いたから、じゃあ今度は1個の趣旨の代わりにじゃなくて2個の趣旨聞いてみようみたいな感じで作ったりとかするんで、だから作る側も新しい問題、この辺のね全然関係ないとこ作るんじゃなくて、このね過去問に近いところからちょっと変えて作るんですよね。という問題作成者の問題作成のパターンから考えても、過去問と過去問のその周りをやった方がいいです。ついついね、その条文が本を、まあ、時間があるからちょっと読んでみようみたいな人たちは、ね、こういうちょっとね勉強にはなるんですけども、口述試験の合格するための実力とは関係ない、この辺の知識ばっかりねに時間費やすことになっちゃうんですよね。ということで、私は条文暗本いきなり読むのはお勧めしないですね。まずは過去問やりましょう。で、過去問できるようになってから、過去問が絶対に回答することができるっていう状態を維持したまま、各自その必要な勉強やりたいことをやっていくといいんじゃないかなと思います。で、今までがその1番2番インプットのお話でした、主に。で、口述試験これだけじゃないんですよね。場数を踏むアウトプットが必要です。口述試験の対策はインプットも重要なんですけれども、アウトプットが特に重要です。で、これはですね、ちょっと論文試験や、自転車の乗り方とか水泳と一緒です。本で自転車っていうのはこういう風に乗りますよみたいなね、本で読んだり最近だったり YouTube で見たりとかしてするのと、実際体を動かしてそれをやってみるっていうのはまあ全然別物じゃないですか。 YouTube 頑張ってみても、頑張ってみたとしても自転車乗れるようにならないんですよね。正しいやり方を学ぶっていうのは重要なんですけれども、で、口述試験も同じで、なんとなくまあ条文通り回答しなきゃいけないんだな、できる限り条文のこと言葉とアーホンの言葉を使って回答するのが好ましいんだなっていうことが分かって、あとまあ言われたことに対して原則答えて切って、その後理由はって聞かれてから理由をか答えていくみたいなね、あるんですよ。普通に回答するとなんかこう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 理由でこうですみたいな感じで回答しちゃう場合が
多いんですけれども、口述試験のこう過去問を見てると、まずは結論だけ答えよと。で、結論が合っていた場合にはその後理由はって聞かれた場合だけ理由を答えていくみたいなのがあるんですけれども、そういった形式で回答していくのって頭で分かっててもいざやれって言われたらできないことが多いんで、ちょっと練習が必要なんですね。で、論文の答練にも似てます。皆さん、論文の答練とか論文模試とかってどのくらいで書けるようになりましたか？論文レジュメとか覚えただけだと、限られた時間の中で長い問題文を読んで答案構成し、所定の時間内にブワーって書くっていうのはできなかったと思うんですよ。論文模試とか論文答練、その10回とか20回とか通って、それ自分でやってみて初めて満足のいく合格レベルのいく答案書けるようになったと思うんですよ。で、それがね、口述試験にも当てはまるんですよね。で、口述試験ちゃんとやんない、まあそんなやんなくてもいいかなみたいな人たちは、論文合格後にね、会派とか受験予備校とかからこういろんな口述の機会が提供されるので、それを受けるんですけども、まあ 2,3 個受けて終了だったりとかするんですよ。で、それだとね、圧倒的に少ないんですよね。まあその人にもよるんですけれども、10回とか20回とか受けて受けないと、でいろんなね、そのミスみたいな失敗とかあると思うんですけれども、それを失敗して、で失敗しちゃったらそれをね、同じような失敗しないようにするためにはどうすればいいのかみたいなのをね、こう自分で考えたりとかして、そういった経験を踏んで初めて本誌、超緊張するんですけども、本誌の場でも緊張しない、緊張しちゃうんですけどね、できる限りその普段通りの力が出るようになるったりするんですよ。で、私の見てる限りインプットはね、結構皆さん勉強が得意なので、まあ言わなくても勝手にできるんですけど、アウトプットが、ね、ついつい少なくなりがちなんですよね。なんで気持ち、皆さんちょっとアウトプットの機会をちょっと多めに取っていただければと思います。でね、私の後で説明しますけれども、口述のそのアウトプットの機会、すごいたくさんうまくやって調整提供させていただいてます。で、以上が口述試験合格のための3大ポイントでした。で、ここから口述マナーの基礎知識ということで、今回のテーマですね。で、そもそもね、口述試験の対策をしないと、口述去年ちょっと低くなったとしても、去年合格率90、ざっくり 94% でしょって。もう絶対落ちないよねっていう。しかも論文じゃない、条文見ていいんでしょっつって、落ちるわけがないよねとか言って口述試験の勉強しない人がいるんですよ。で、それがね、非常に危険です。で、ちゃんと口述試験の対策をきちんとやりましょう。で、何を隠そう、口述試験のちゃんと勉強しなくて落ちたのが、何を隠そう、私でございます。私ね、平成17年に論文試験受かったんですよ。で、当時口述試験の合格率結構高くて、ずっと9割以上だったんですよね。で、まあ落ちるわけ、で、話を聞いていると、その人間としてまともに受け答えできるんだったら受かるよって言われていて、まあ、口述なんか余裕だよみたいな話を聞いて、私それを真に受けて全然勉強しなかったんですよね。で、今言った通り、条文聞かれるけど条文見て回答すればいいんでしょ。で、何か聞かれたら何か適当に回答する自信があるので、まあいいかなと思ってやんなかったんですけども、これが全然違くて、本誌でそのさっきの29条の2、説明せよみたいな問題が出たら、当時の私はなんか抗がん排除、拡大された腺がんの地位について規定されてますと。で、抗がん排除項は明細書等に記載された発明に認められますみたいな感じで回答して、なんとなくそれっぽいかと回答を言うんですけれども、まあそんなの通用しないわけですよ。その条文通り言わなきゃダメなんで、で落ちちゃったんですよね。で、その経験があるので、私ね、その合格後ずっとね、こうずちゃんと勉強しましょうねみたいな、こういう仕事をやらせていただいてるんですけれども、皆さんは私みたいにならないようにちゃんと勉強してくださいね。おそらくこの場にいる人たちは
大丈夫だと思います。高純な意識が高いので大丈夫です。で次がですね、A を取りに行く勉強するんでっていうのがよくあるんです。これね NG パターンです。ダメです。コンスタントに B 以上を取りに行く勉強をしましょう。で私の受験、私の合格した年の1個下の代の受験生で私の知り合いがいたんですけども、むちゃくちゃ勉強好きな人がいて、商標法はアミノしか読まないみたいなね、なんかもう普通のなんか青本とかもう足らなくて、アミロと田村両方読んでるけど僕はアミノが好きだから全部アミノで答えるとか言って、ずっとアミノの分厚い商標の本を読んで勉強してる人がいたんですけれども、その人落ちちゃいましたね。だから A は取り行く必要ないんですよ ね、 こうね、普通に無難に条文と青本で回答すれば受かるので そんな感じの勉強をしましょう。あと穴を作っちゃダメです。で口述の過去問見てると周りにまあ変な問題があるんですけれども、そういう問題、まあ試験員も人間なので今、まあ、僕が言うのもなんですけど、ちょっといまいちな問題を作るの場合もあるんですよ、変な問題。まあだそういうのは気にしなくていいです。全部取れなくてもコンスタントにね、なんとなく B 以上取れれば OK です。あとね、自分の言葉で答えてしまうっていうのはダメですよ。先ほど申し上げました通り、できる限り条文青本の言葉で答えることができるように準備するのが好ましいです。ただ過去4年間の傾向を見てみると、合格率が 90% 半ば以上の場合にはさほどうるさく言われないので、この傾向が続くと思う場合にはまあそんなにちゃんとやらなくても大丈夫です。あとですね、過去問が完璧でないにもかかわらず過去問以外のことに手を出す人がいるんですけれども、まずは過去問をやり込みましょう。で今皆さんね、まだ7月で本口述の試験まで4ヶ月以上あるんですけれど、4ヶ月以上あるのであんまりこう緊張感みたいなのないと思うんですけれども、本試のそのなんか直前期に行けば行くほどなんかいろんなこの口述模試とか受けて直前なのに君こんなこともできないのみたいなこと言われたりとかして、はあ直接なのになんかみんなできてるそうだけど僕言えないけどどうしようみたいな、あれもやんなきゃこれもやんなきゃこれもやんなきゃこれもやんなきゃとか言って、ついついいろんな分野にこう手を出したくなるんですよ。でそれをやるとかえって合格から遠のいてしまいますよと。で大切なのは A 取りに行くことじゃなくて B、 コンスタントに B 以上つく。で、まあ、ちょっと言い方を変えると他の人と差がつかないようにするっていうのが重要なんですよね。なのでちゃんと取り組めば高い確率で回答することができる過去問、これみんなやってきますので、必ず過去問については回答することができるように準備しておきましょう。で他のものに手を出すのはその後ですね。で過去問は絶対できるっていう状態をキープしたまま、そのね、この私が授業で使うテキストであったり自分が使った論文レジュメだったりいろんなものに手を出すといいでしょう。ただまあ手を出す際にも手を出すことによって過去問のちゃんと回答することができないようになっちゃったらそれ逆効果です。必ず過去問は絶対できるっていう状態をキープしたままいろんなものをやるといいですね。で結構時間がなかった過去問だけちゃんとやるっていうのも案外ね結構時間がかかって大変だったりとかするんですよ。で人によってもう過去問で精一杯だと思えば過去問だけちゃんとできるようにし、であと僕のおすすめはなんか条文何聞いても条文引けるようにしておくっていうのもおすすめしてるんですけれども、まあそれで割り切るっていうのも結構ありです。まあ過去問だったらまあ過去問回答することができるようにし、条文系の問題だったら条文こうその場で見て覚えて回答するんですよね。でさっきの青本趣旨だったら、アウトプットの場でその先ほど申し上げました通り何か聞かれたら沈黙しないでとりあえずなんかそのキーワードが当たるまで言えばいいんで、いろんなあれこれ言ってみるっていう練習を普段からやってると。でそれで乗り切るというのも一つのやり方ですね。
でね、先ほど申し上げましたインプットはちゃんと皆さんできるんですけど、アウトプットの量が若干少ないかなと思います。アウトプットの量をできる限り多くやるといいですね。だってアウトプットの練習の時期が遅い人がいるんですよね。で、皆さんは大丈夫だと思うんですけれども、論文試験後にね、勉強を始めたりする方で、このなんか YouTube に上がると思うので、これ論文試験発表後に今からこうずつやるかって言ってこの動画見る人いると思うんですけれども、小人たち向けの話なんですけれども、論文試験後に本試験まで約3週間あるんですよ。でその3週間の中で口述のスケジュール立てていくんですけれども、まあ、よくあるパターンは初めの10日間はインプットみたいなね、インプットして残りの2週間アウトプットみたいな感じでやる人がいるんですよ。ただね、私はねそれだとちょっとね危ないんじゃないかな。私のおすすめはもうできる限り早い時期にアウトプットも やっちゃうと。でなぜならば、そのインプットするんですけれども、そのアウトプットをして初めてこういうふうにインプット、こういうことが口述試験問われるのでこういうふうにインプットしなきゃなみたいなのが分かってくるところがあるんですよ。でなので、そのなんかこういうふうに口述試験こういうもんだからこういうふうにインプットしとこうみたいなの情報のこのフィードバックかけてくるんですけども、そのフィードバックのかかる時間がその3週間の中でその10日後とかだと遅いんですよね。運が良ければそれがバッチリ当たって良かったりもするんですけれども、失敗した場合のリスクが大きいので、私はね初めに口述試験っていうのはこういうもんでこういうことが問われるんだみたいのをできる限り早い段階で体験することが重要かなと思います。で私の講座を受けていただく方はですね、毎年勝手になんか自主ゼミみたいのが口述の練習会練習やりませんかみたいな人が実質的にこう集まって、でねレックでそういう方のためになんか教室で貸し出してるんですよね。なんで今までだと、まあ、週1ぐらいでみんなで集まって練習会とか開いていただくんですけれども、開いてることが多いんですけれども、でそんな場でまあ7月とかね8月の早い段階から、まあ口述の練習できますので、そういうのもうまく利用してできる限り口述の練習早めに、アウトプットの練習早めにやるといいですね。であとね、こっからが本試験とか模試の場なんですけれども、沈黙しちゃう人がいるんですよ。で沈黙してしまうと年によってはヒント出さないと、ずっとシーンカランカランカランつって、はいじゃあ次の科目頑張ってくださいねとか言われちゃって、次のカップ頑張ってくださいって言われたらその科目は C ってことなんですけれども、そんな感じになっちゃってとかするので、必ず積極的に自分から局面を打開すると。でその問題が条文で回答することができる問題だったら条文参照しちゃえばいいんですね。直ちに条文参照すると。でまた条文で回答することができない理由趣旨系の問題だったならば、まあ、キーワードシステムが採用されているので、そのキーワードが言えるまで適当にあれこれ言ってみると。であれこれ言ってると、まあ、誘導されるんですね。ヒントが出てきますので、その誘導に乗ってそのキーワードを言っていくと。であとですね、次はこれ本試の当日の話になります。出来が悪くて落ち込んでしまい次の科目に引きずってしまうっていうね、先ほどこの講座の一番初めに申し上げましたね、特許法で緊張のあまりうまく自分の実力を出せなかった。でそこでその雰囲気を嫌な雰囲気を引きずってしまい、その衣装法とか商標法でもなんかやっぱダメだったみたいな感じでっていう感じでダメになっちゃうパターンがあるんですけれども、もったいないです。口述試験は C 評価の科目がここですね、2以上ないこと、 C 評価の科目が1科目あったとしても他の2科目が B 以上であれば受かりますので、気持ちを切り替えて衣装法と商標法はおそらく簡単なはずだと、気持ちを切り替えて衣装法と商標法を臨んでいただければと思います。であとですね、外見っていうかね、口述試験って心証というか姿勢みたいなのがすごい重要なんですよ。で口述落ちちゃう人ね、結構心証面というかなんか言い方が悪かったりとかします。姿勢が悪かったりとかしてしまいます。
で下を向いちゃう人が多いんですよね。で同じ回答をしたとしてもなんか何とかについて述べてくださいって言われてちょっとやりますよ。じゃあ衣装法9条1項について条文に即して説明してくださいって言われて、で下向いて同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合には再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができます。で今正しい回答を言ったんですけれども、下向いてなんか小さい声だとすごい自信がなさそうでちょっとダメな感じに聞こえるじゃないですか。でちゃんと前を向いてできる限り大きな声でですね、あの衣装法9条1項について条文に即して説明してくださいって言われたら、はいっつって、あの同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった時には再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができると規定されていますと。で、まあ、こんな感じで回答すると、まあ、心証はいいわけですよ。で前半の初めにやったやつは正しい回答言ってるんですけれども、なんかダメそうな気がするじゃないですか。もう一度言ってくださいみたいなこと言われちゃったりとかするんですよね。っていうことですごい損するんですよ。なのでね、これが結構直しづらかったりとかするんですけれども、あのできる限りその口述練習会ではね、まあ、あの下向かないと前向いて話すと、 できる限り声をね張って大きく話すと、これがね結構重要だったりします。はい、で以上が口述マナーの基礎知識でした。でね、これから私があの7月中下旬からやる口述対策講座のちょっと簡単な説明をさせていただきます。で皆さんお手元にあるこれですね、口述試験対策講座のチラシを見ていただきたいと思います。裏か。で、あの大きく分けてファーストフェーズ、セカンドフェーズというものがあります。でファーストフェーズはインプット講座です。セカンドフェーズはアウトプット講座です。で一応あの受験会最大量最大品質 の、 あのインプットアウトプット提供するということを目的にこの講座やらせていただいてます。両方ともあ、まあ、インプットの量も最大ですし、あの一番効率よくあのインプットの情報を提供させていただきます。であとで申し上げますと、セカンドフェーズのアウトプットの方もいろいろ工夫してできる限り皆さん の、 あの話す時間を多くたくさんアウトプットあのできるようにあの講座さあの作らせていただいてます。でファーストフェーズなんですけれども、あの口述対策専門のテキスト、このね口述オールインワンテキストというものを使ってあの進めさせていただきます。であの口述オールインワンテキストなんですけれども、あの逐条解説的な作りになってまして、まあ条文があるんですよね。で条文があって、でその条文に対応するというか、青本や審査基準から口述試験で出そうなところをあのこう引っ張ってきてます。でまた過去問もですね、その条文に関する過去問がこう載ってるんですよね。でまあ先ほど申し上げました通り、口述試験条文青本が重要なんです。でちょっと言わなかったんですけども、衣装法商標法だとさらにまああの審査基準もね、あのちょっと部分的にやっていかなきゃいけないんですけれども、全部この一冊に載ってます。オールインワンテキスト、まさに。なのでいろいろあれこれ手を出す必要がないと、まあ、これだけ勉強すれば OK というテキストでございます。でまあ納富先生曰く、近年のそのレックのテキストの中でもだいぶ完成度が高いと言われているテキストなので、こう自信を持ってこれで勉強することをお勧めさせていただきます。でね、口述で具体的にね、ちょっとどうやる、どういうことをあの説明していくのかっていうののちょっとプレ講義みたいにありますね。で例えばね、衣装法の先ほど私が申し上げたあの衣装法9条1項についてちょっと簡単に説明しますね。でこの衣装法9条1項っていうのは、あの口述試験の中で最も条文通りちゃんと言えって言われたことが求められた条文です。でここ過去問載ってますね。9条1項、条文の通り正確に答えてください。であの過去問集に条文通りにとか条文に即してっていう文言があった場合には、本当に条文通り一言一句言わないと通してくれない問題だと捉えてください。
なんで条文詞じゃない過去問集に条文通りにとか条文に即してって言ったらその文言をそのまま回答することができるようにそのまま回答をインプットしてください。じゃあ具体的に見ていきますよ。で9条1項はこう覚えた方がいいですねっていうことで丸付けます。でもう近年だと条文暗唱とかあんま出ないんですけれども、まあなんで数少ないこれは覚えた方がいいんじゃないか問題ですね。なんでこれはもう一般書ということで印付けさせていただきます。で同一類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があったときは、でこの衣装登録出願というところにチェックさせていただきました。で普通にこれやると同一または類似の衣装について異なった日に2以上の出願があったときはって言って出願って衣装登録って言葉言わない人がいるんですけれども、口述試験上良くないです。ちゃんと衣装登録出願と条文通り言葉を補ってというか正確に言いましょう。で論文試験とかだと記載量を減らすために単にね出願ってやったりするのが良かったりとかするんですが、口述試験では条文通りちゃんと言わなければいけないという話がありますのでちゃんと言いましょう。で再選の衣装登録出願にのみがその衣装について衣装登録を受けることができる。で出願についても同様です。で再選の出願人のみがって略しちゃう方がいるんですけれども、条文通りちゃんと言えって言われた場合にはたとえそれが論理的に同じ意味であったとしてもちゃんと衣装登録出願人って衣装登録って言葉を入れてください。であとですね、その衣装についてって文言が落ちがちなんですよね。でこれなぜならば、まあ、条文の最後の方にあるっていうのとなくても意味が通じちゃうからなんですよ。でこれちょっと飛ばしても言ってみますよ。再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができる、意味通じちゃうじゃないですか。だからその衣装についてっていう文言が抜けがちなのでこの文言落ちないように注意しましょう。だとですね、単に登録を受けることができるって言う人が多いんですけれども、条文通り言えって言った場合にはちゃんと衣装登録って言わないと通してくれない場合がありますので、ちゃんとこの衣装っていう言葉を言いましょうねみたいな話をしていきます。でこれをですね、この手の話を時間のある限り全条文全案本について頭から全部ブワーってやっていくのがこのファーストフェーズですね。でそれをやりつつ口述試験っていうのはこういうもんだからこういうふうに勉強してした方がいいですよみたいな話をポロポロ話しつつ、でこんなふうに聞かれたらこういうふうに回答した方がいいですよみたいな感じで情報提供させていただきます。で今みたいな話ってあんまり聞かなくないですか。その今まで口述のそのこの手の情報って口述試験ってその受ける人が少ないので出回らないんですよね。あとこれを明文化してなんかウェブとかに上げる人とかもあんまりいないんで、この辺が重要だみたいなこと分かんないと思うんですけど、一応私全部過去のその口述の再現みたいな目を通してこの辺問題になったんだみたいな全部毎年見てますので、その情報をこうお伝えしていきたいと思ってます。でこれがファーストフェーズで、セカンドフェーズなんですけれども、吉村クラスの特徴なんですけれども、グループごとに本試験スタイルで問答を行うというシステムで行ってます。で私を含めて、まあ、4人ごとのグループに組み分けします。で4人ごとのグループのその4人のメンバー A さん B さん C さん D さんって名前つけます。で事前に私が全部問題用意しますので、 A さんはこの問題出してね、 B さんはこの問題出してください、 C さんはこの問題出してください、 D さんはこの問題出してくださいみたいな感じで問題をね事前に準備します。で1ラウンドから6ラウンドまで載ってるんですけど、まあ1ラウンド10分と捉えてください。本試とは大体一緒です。で本試よりもちょっとまあ練習のためにちょっと若干短め7分ぐらい質疑応答し、この第1ラウンド A から B、C から D っていうのは A さんが持ってる問題を B さんに出題してください、 C さんが持ってる問題を D さんに出題してくださいということを意味します。で実際にこう A さんから B さん C さんから D さん本誌よりもちょい短いぐらいの時間で出してもらうんですよね。出していただいて、で B さんと D さんはそれに頑張って答えると。で7分ぐらい質疑応答したら 2,3 分公表をしていただきます。この条文のこの問題のここが抜けてたよとかね、そういう情報を公表していただきます。で
これで大体1ラウンド10分で、1ラウンド終わったら次第2ラウンド行きます。で今度は B から A、D から C って書いてあって、あの質問する側とされる側が入れ替わるんですね。 B さんが持っている問題を A さんに出題する、 D さんが持っている問題を C さんに出題するみたいな感じで、また同様に7分ぐらい質疑応答し、 2,3 分公表していただくみたいな感じで、これ、ね、ポイントはその私が一対一ずっとこう問題出していくだけではなく、私も含めて受講生さんも出題する側の立場も味わっていただくと、経験していただくっていうのがまあポイントですね。でこれなんでかっていうと、いざねこう質あの問題出す方に回ると、出題者側の気持ちを理解することができるんですよ。で出題者側の気持ちに理解すると、あこの手の問題はこういうふうに回答してほしいんだよなっていうのが分かるんですよね。でそれ逆に言えば、この手の問題はこういうふうに回答したらなんか受けがいいなとかね、通りやすいなみたいなのが分かってくるんですよね。でこれが分かると突破する確率が高まるんですね。で自分から出さないとね、これが分かんないんですよ。なんで皆さんにもこれなんか出していただくっていうのを経験していただきます。であとですね、本試験スタイルっていうのがポイントですね。で本試験と、あこれですね、あの論文の答練と同じなんですけれども、論文の答練もあの本試と同じ時間と本試と同じような問題をあのはやるっていうのがポイントですよね。なんか時間がずれしたらちょっといまいちですよね。でなので私のやつも基本ね、本試と同じ時間、本試よりちょい短いんですけどね、本試よりちょい短い時間で本試と同様か本試よりもちょい難しめの問題なんですけどもをやっていくっていうことで、なんか時間の感覚みたいなのが身につくんですよね。で先ほどその口述試験のこのなんか上級テクニックというか、慣れてくるとあの単に回答することができるんじゃなくて、あの問題によって、あ年によっては問題数が非常に多いことが想定された場合があるので、あの限られた時間の中でいかに早く次の問題に行くのかみたいなテクニックが重要になるんですけど、そのテクニックを、まあ、あの学べるということがあります。でアウトプットの回数を増やせると、でこれ要は1ラウンドから6ラウンドまでやって1時間なんですけれども、まあ、ざっくり計算で30分回答していることになるじゃないですか。でだからまあ3時間の授業で1時間半皆さんに喋っていただくことになるんですけれども、まあ、すごいアウトプットの量が普通の講座に比べて多いと思うんですよね。ということでアウトプットたくさんやりたい人にはいいんじゃないかなと思います。であとですね、異なるタイプの人と質疑応答する経験といって、あのねつい仲間内でだけで仲のいい受験生さんが集まって自主ゼミやったりとかすることが結構あったり、あと事務所とか職場の合格者の人に質疑応答やってもらうこととか結構あると思うんですけれども、それやるとまあその人となんかまあに対してはまあこういうふうに回答するみたいなのができるんですけれども、まあ、本試験の試験員ってどういう人に当たるか分かんないじゃないですか。女性なのか男性なのか、年配なのか年配じゃないのかみたいな、いろんなタイプの人がいるわけですよね。なんでこんな感じで受験生さん集まってもらってランダムにやるので、いろんなタイプの人とこうなんか質疑応答できるので、いざこう本試験で、まあ、どんな人と当たってもねうまくこう回答することができると、そういうことも狙ってこういう形にしてます。であとですね、近年ではパネル問題っていうのが結構多いんですよ。パネル問題ってこういうのです。こんな感じです。手元に紙があって、閉じたんです。お手元のパネルをめくってくださいっつって、こう白い紙をこうやってめくるとこういうのが出てくるんですよ。でこれを見て、今から問題申し上げますのでこれを見ながら回答してくださいとかいう問題があって、パネモンって言うんですけれども、これがね苦手な人は苦手なんですよ。情報量が多いんですよね。すごい緊張する場で視覚的にねこの表を全部バッて見せられて、しかも耳からもこう情報を言われるので結構苦手な方多いんですよ。なので苦手な方向けに、必ず私だと毎回1問パネモン入れてるので、パネモンたくさん練習したいなという方にもセカンドフェーズぜひおすすめしてます。であとですね、じゃあ最後にこのなんで予備校を使うメリットについて説明させて
ただきます。で、口述試験の合格率皆さんご存知の通り上がってるんですよね。で、上がってるからまあ予備校使わなくてもいいんじゃんっていうね考えの人も結構多いかと思うんですけれども、予備校なんで使うのかって言ったら効率がいいんですよねっていう、まあそれにつきます。で、自分で口述試験やってもいいんですけど、あのセンスがある人で運がいい場合にはその自分の考えた勉強法が正しくてアウトプットの部分をうまく作れて、まあ、うまくいくこともあるんですけれども、一般には予備校を使った方がまずね情報の質が圧倒的に高いです。で、さっきの私のプレ講義で説明したその9条1項のああいう情報って、まあ、ないじゃないですか。であの手の情報ってもし自分でやろうとしたら、あの会派の討論とか口述模試とかをその受けて初めてあそうなんだって分かったりとかするんですけれども、それだと遅いじゃないですか。で、私事前にそういうの全部こうあの過去問じゃない口述のその再現見て知ってますので、それをまあお伝えするので、まあ、情報のその手の質が高いその質のものが得られると。で、またですね、まあ、口述試験って結構いろんな人がいろんなことを言ってるんですよ。な、俺はこういうふうに勉強したぜとかで、まあそういうふうに勉強して合格したんでしょうけれども、一応あの合格後12年ぐらいずっとやってまして、で私のその口述のこのなんかベースとなっているのは、まあ、私が口述落ちた時に受験仲間と一緒に作った方法論がありまして、でそれでその方法論にもみんなでどうすれば勉強すればいいかみたいなの考えたんですよ。で、当時口述のその予備校とかなかったので自分たちしかやることがなかったので、まあ、それでやったんですけど、まあ、その方法論でまあ全員合格したんですよね。で、その方法論がベースになってまして、でさすがに 12,3 年やってるといろいろね流行というかいろいろ変わるんですよ。で、当時は条文すら 見るのも邪道みたいなね、条文見ないで、あのもうできる限りガチガチに全部覚えて何聞かれても条文見なくてももうブワーって言えるぐらいやる派閥だ派だったりでみたいなのがあったんですけど、だんだん時代が流れて、先ほど私が申し上げました通り、まあ、最終的にね C がつかなければいいんだから時間内にねその全問行けばいいんだから条文見てもいいんじゃねということで、まあ、条文あの見ればいいんじゃない見てもいいんじゃないかみたいないろいろな流派みたいなねいろんなこう流行があったりとかするんですけれども、一応いろんなところでこうあのいろんな受験生さんから毎年お話聞いたりいろんな講師の方々が聞いて、まあ、フィードバックしてね、まあ、これこういういろんな勉強の仕方があるんだけど、まあ、こういうのがありますよ、僕は私がこういうんじゃないかなみたいな、こういうのがいいんじゃないかなみたいなのをまあお伝えしますので、まあその辺のウェブに落ちている情報よりはまああの信頼性のあるあの方法論を提供できるのではないかと考えています。あとねペースメーカーですね。で、これあの3、4ヶ月あるんですけれども、本試験までに案外長く見えて案外ねすぐ来ちゃうんですよ。で、私があんまり良くない勉強方法としてよくありがちな勉強として条文と青本をとりあえず読んでみるみたいなねやつあるんですけどね、時間がもったいないんですよね。なんかで勉強した気になる割にはあんまり口述合格にこう結びつくものではなかったりとかするんですけれども、まあファーストフェーズとかだと、まあ、週1ぐらいでこう集まるんですよね。で、週1で特許法のね前半3分の1で、あの普通で7月31日に、ね、特許法のねその3分真ん中の3分の2の部分をやるとかみたいな感じで強制的に進んでいって、かつまあ例年だとまあ実ゼミとかあったりとかするので、まあ、それに合わせて実ゼミの子をやっていただくので、まあ、それに合わせて、まあ、あの勉強できるので、これをペースメーカーにしてねあの勉強できるので、あの効率よく進めることができるんじゃないかなと思います。で、あとですね、なんでまあ効率よくで皆さんお仕事とかお忙しいと思うんですけれども、まあ効率よく口述試験勉強したいなという方はぜひあのこういった講座を活用していただければと思います。で、あとあの毎年よく聞かれる質問なんですけれども、論文試験が結構難しかったと、で受かってるどうかよくわからないと、
で、口述試験の勉強を始めていいものなのかどうでしょうみたいな質問がすごい多いんです。で、その気持ちすごいわかるんですけれども、これもう回答決まってまして、口述ほんのちょっとでも論文受かってると思うのであれば、口述やっちゃった方がいいですね。で、これなぜならば毎年いるんですよ。落ちちゃった、絶対落ちたと思ったんだけども、蓋を開けてみたらなぜか受かっちゃったみたいなね。あと 3,4 週間でその口述やらなければいけないみたいな人が9月末に出てくるんですよ、絶対。でですね、でそういった方々に、まあね、一応そういった場合にはこういうやり方がおすすめですよっていうのもあるんですけれども、ギリギリなんですよ。でもどうしてもやっぱりね、7月8月からやってる人と比べると差が出ちゃうんですよね。なんで結構不利なんですよ。でそういった状況に陥らないために、受かってる可能性があるんだったら口述の勉強を進めた方がいいんじゃないかなと思います。で、口述の勉強は条文青本が中心になるので無駄にならないんですよね。すごい基本的なところをやるので無駄にならないのでいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと長くなりましたけれども、以上が口述マ、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識でありました。何でしょう、口述試験最終合格目指して一緒に頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。